レフリーといたしましてリトルハートが紹介されております。まあ、リトルハート選手は、今選手というふうにご紹介いたしましたが、ペギーリーと一緒に来たんですけども、ちょっとあの首なんかを痛めましてね、はい、試合があまりできないということで、今回はですねレフリーとして登場してきたわけなんですね。そうですよね、はい。まあ、あのペギーリーのお姉さんということらしいですからね。しかし、まあそういった意味では、あるいはですね、まあ、先ほどの安倍志郎レフリーじゃありませんですけども、どちらかというとペギーリーにやはり味方をすると、そうでしょうね。まあやっぱりレフリングになりましょうか。あの公正にやろうと思いましてもね、はい、やはりあの肝心な場面になりましたね。はいはい。まあそうするのがあの人情っていうのが出てますからね。だからこういう人がレフリングをするというのも問題ありますけどね。はい、はい。試合が始まった。後ろからいきなり来ましたのがペギーリーであります。おカウンターですね。早くもボディーブローだ。さあ、ワイルドサッカーいった。政権でお返し。こちらの方が本物であります。さあ、ライオネス・アスカ。早くも戦闘的なレスリングを展開。今度は、引き打ち。なるほどね。フェイントをかけました。そして、リスラムであります。ゲールボールでいきます。おあれ、あっと今のが汚いよ。そうですね、なんかあのおかしなレフリングがありました。はい、カウントするね、あのタイミングというか最初から何かあのちょっと問題ありますね。そうですね。いや、はっきりとこれは引いてほしいんでしょうか。黒部ね、はい、実は今レフリーをやっているリトルカートなんですがね、はい、戦っているペギーリーのねお姉さんというね噂があるんですよ。ということはなんかちょっと多少ハンディキャップがあるような気がしますけどね。はいはい。さあ会場一帯に早くも飛鳥コールが巻き起こっております。阿波の天童社会センタークラッシュギャルズ、今日は別々に戦います。まずアイオネス・アスカ、ペギーリーの30分日本勝負。何かあのレフリーがキビキビとした動きを見せません。相当ライオネス・アスカもイライラしているようですけども、これじゃあ試合になりませんよね。まあ、あの松尾久美子さんね、はい、ライオネス・アスカ選手はどちらかというと、はい、あの女性に人気があるんですよね。なんかすごい、はい、頼りがいがありそうですね。ちょっとボーイッシュな感じでしょ、はい、ね、久美子ちゃんから見てどうですか、ライオネス・アスカ選手。かっこいいですねあのリングに上がった時の T シャツの着方がすごく似合ってますよね。ああ、なるほど、うん、さあ場外に逃れましたライオネス・アスカ選手であります。まあ、とにかく全日本女子プロレスは今年創立30周年を迎えておりますが、クラッシュギャルズが今大変な人気。2人とも全日本女子プロレスの流れを、今までの流れを変えてみたいと豪語しておりましたが、今まさに流れが変わっております。どこに参りましても超満員のお客様。早いカウント。さあ今ようやくライオネス・アスカ上がってまいりました。足が飛ぶか飛んだ、足が飛びました。もうこの辺りで得意の空手説法を出してもらいたいものであります。さあ早くもキックが飛んでいる。そしてまた一発エルボーであります。やりました。さあエルボーだ。もうこうなったら一発で仕留めなくてはいけません。カウントが呪いぞ。カウントが呪いですね。頭突きだ。レフリーに対して頭突きであります。さあいったライオネス・アスカ、一発には三発入りました。しかしこうなると今度はねレフリーが反則を取るかも分かりません。さあヘビーリーが行く、ヘビーリーが行く。痛いな。顔面を今やられましたか。痛いな。全然違う。誰が見てもおかしいレフリングであります。痛い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 。せっかくねライオネス・アスカ登場してまいりました。ファンも待ち望んでいた一戦であります。何かちょっとレフリングが下手で止まらなくなりました。だってカウント取んなくちゃいけないんでしょ今は。カウント取るんでしょ。そうなんですよね、はい、さあ今度はペンキングが場内にライオネス・アスカを連れてまいりました。一石にかじけております。そしておーっとこれも出てきました。これは出てますよ。何もねえ、はい。さあまた行ったまた行った。何かを首に巻いております。何でしょうか。いやー紐のようなものを首に巻いておりますペギーリー。こういった反則攻撃をやらなくちゃ勝てないんでしょうか。
ペギー・リーという選手はですね、なかなかの実力的にも高く評価されている選手の一人ですよね、宮本さん。早い、またのカウントが始まっておりますが、あまりにも早すぎます。久美子ちゃんもね、早いということでこれはもうどうしようもありません。さあ、トムが飛んだ。素晴らしいキックが飛びました。後ろ蹴り鮮やか。今入ったぞ。どうするか。あーっと、シュートショーが入っております。さあ、トムが飛んだ体勢に入りました。重心を落としております。さあ、これはもう完全に決まっております。あーっと、ロープに手を伸ばしました。ロープレークを命じております。手がロープにかかっているということでロープレークを命じました。まあ、こういったところはちゃんと取るんで、この人はのルールを知らないわけじゃないなさそうですね。あれ、これはひどいですね。阿部志郎レフリーといい、リズムパートといい、何かもう乱れ切っております。さあ、あっとっとっと、また場外に落とされました。そして髪の毛を捕まえている。いやー、さあ、力比べになりました。髪の毛を掴んでどうするか。また髪の毛を掴んで中に入れようというペギーリーであります。さあ、ペギーリー、あーっと危ない。ライオネスアスカ、そして鉄柱が待っている。あーっと足を使った、うまかった。コーナーマットに駆けつけました。そして今トップロープに上がった。さあ、ライオネスが飛んでいきました。ラリアート、ラリアート、これはプレーに決まりました。ジャイアンツの体勢に入りました。18番であります。3が待っているジャイアンツが出ました。さあ、何回回るか。今黒部が数えている。あ、8回目放り投げました。ボールを落としておりますペギーリー。さあ、また髪の毛を掴んだ。どうするか。今度はおっと、このまま行くか、このまま行くかどうか。ちょっと重かった体勢が崩れました。何をしようとしたんですか。今の福島スプレックスで。あ、なるほどね。はい、ちょっとこれは無理でした。あーっと、今のはね、挟んでおいて、そして最後エルボーでいった。さあ、ホーンの体勢だ。早く入れろ。レトロハートも遅い。もう悪を返った表情であります。これはもうね、やっぱりレスリングをしている人に、ね、勝負にならないですよ、これじゃあね。失礼ですよね、はい、はっきり言って今のレスリングは ね、はい、ですから、あの上田コミッションのあたりこう出てきてね、さっと変えてもらいたいと思いますが、試合ができません。アスカもペギリーもね、選手に対してもお客様に対しても失礼じゃありませんか。一生懸命やってるんですからね、さあ、ライオネスアスカ怒りました。もうペギーリーが相手じゃない、リトルハート、君が相手だ。そういった感じ、踊っているライオネスアスカ、色んなお水を掴んだ。さあ、あっと、ここでペギーリーが出てまいりました。またこれ2対1になりました。危ないですよ。何か肩を貸してやっているような感じなんですけども、油断できません。さあ、ロープに飛んだ。どうするか。また捕まった。さあ、ペギーリー、あっと、しかしライオネスアスカも負けておりません。隙を抜けると危ないライオネスアスカ。今日はちょっと試合になりません。したがって、あの何か組み立てもですね、自分が思うようにならない、いわゆるリズムに乗れないような試合になってますね。そうですね、どちらもなんかね、ちょっと中途半端になりましたね。そうですよね、はい、ペギーリーだってこれほどですね、レフリーに助けてもらわなくたって立派に試合ができる選手であります。まあ、あの前にもご紹介したんですが、日本にやってくる外人レスラーの中では3本の指に入ると言われております。何かこれも危ないと、あーっと、ああいう形からですね、さっと今、あーっと、椅子を持ち込んではいけない。椅子を持ち込んではいけない。なんでトキドカートは見られないんでしょうか。さあ、今度はライオネスアスカの椅子を持ち出しました。これは取り上げてますよ。こんなことがあっていいのか。椅子での殴り合いになりました。椅子での殴り合いになりました。椅子での殴り合いでライオネスアスカ、さあ、この目を刺すことができるか。ホーンの体勢であります。ホーンのチャンスがやってまいりました。バックを取った、バックを取った。さあ、どうか。おっと、ロップロープにかけた。一気に行くか。一気にバックロープに行きました。これは効きました。これは致命傷だ。完全にホーンの体勢、何秒かかっても OK だ。ノーカウント。しかしこれでも完全に入りました。あーっと、回し蹴り。
よね、はい、まあ、ナダル式のバックドロップですからね、かなり効きましたからね。今のはしかしペギーに効いてますよ、本当に効いてますね、最後は大技ライオネス・アスカ怒りました。ちょっとあのまだ意識朦朧としております。後頭部をしたたかに打ちました。ヤンドウピカナダル式のバックドロップ。ちょっとですね。